動画をご視聴いただきありがとうございます。刺繍作家の森の糸そしれです。椿のハートリースフルバージョンもございます。気になった方はそちらもチェックしてみてください。今回は木の実と茎、葉っぱをピックアップしてご紹介します。使うステッチは4つのステッチです。フィッシュボーンステッチは魚の骨をイメージしたステッチです。葉っぱの形にして刺します。まず中心にストレートステッチを刺します。1出て中心をまたいで斜めに折りた位置に2入り布をすくって3出ます。4入って布をすくって5出る。これを繰り返します。布をすくうのが難しいようであればこのように布をすくわずに刺しても大丈夫です。中心線を描くとやりやすいかと思います。糸の隙間の間隔を変えると葉っぱの表情が変えられます。今回は隙間を空けずに刺しています。フレンチノットステッチです。図案の中心から針を出すのではなく中心からやや下の位置に針を出します。糸を巻いたら中心のやや上に針を入れます。フライステッチです。左右から出した糸を中心から出した糸で押さえる刺し方です。糸が短くなったので糸を変えていきます。裏糸に糸を何度かくぐらせて糸を留めます。新しい糸も裏糸にくぐらせて糸を始めます。
次はフライステッチを2本取りで刺します。偶数の使用本数の場合は糸を折ってフープに糸を引っ掛けて糸を始めます。折った部分を針から離し、裏糸に一度糸をくぐらせます。糸を折ったフープに針をくぐらせます。これで糸が止まります。フライステッチは通常上から下方向に進みますが、並んだモチーフを刺繍する場合は下方向から上へ刺しています。こうすると糸の消費と裏糸の処理が楽になります。この裏糸に糸をくぐらせて糸を始めるやり方ですが、くぐらせる回数よりも糸が動かなくなったら OK です。他のモチーフを刺繍している動画やフルバージョンの動画もあるのでチェックしてみてください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。刺繍時間のお役に立てたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。